ユニバーサル・パークス&リゾーツ・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションスペース・ファンタジー・ザ・ライドスペース・ファンタジー・ザ・ライドは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリウッドエリアにあるライドアトラクションである。本アトラクションを一時的にクローズさせて運営される XR ライドについても記述する。縦72メートル、横89メートル、高さ19メートルのスタジオ内に映画セットとレーザー、モーションマジックといった映像技術を駆使し、地球や星などを配した壮大な宇宙空間を再現した屋内コースタータイプのアトラクション。その中を1両あたり4人乗り、2両連結のソーラーシャトルに乗って全長585メートルに及ぶ飛行コースを駆け抜ける。ソーラーシャトルは上昇、下降、スピードに緩急をつけて直進、曲進、スピンなど多彩な動きをする。さらには乗車人数やバランスによってフリーフォール時のスピンの回数が変わり、乗車するごとにソーラーシャトルが違った動きをすることで何が起こるかわからないスペーストラベルを演出する。ソーラーシャトルにはスピーカーが搭載されており、コスミアとの通信が行われる。オープン当時は NTT ドコモが協賛していたが、2021年6月23日から JTB が協賛になった。ゲストがスペースファンタジーザライドのスタジオ内に入ると、まずおしゃべり好きな通信衛星 G-Bot に迎えられる。続いて、ソーラープリンセスのコスミアと対面する。コスミアは太陽がエネルギーを失いつつあることを知り、危機感を抱いていた。太陽を救うには人間の持つヒューマンエネルギーが必要だと気づき、太陽の中で赤いボタンを押し、エネルギーを注ぎ込んでほしいとゲストに訴えかける。ゲストはそのミッションを受け、ソーラーシャトル号に乗り込み、輝きの弱まる太陽へと向かっていく。シャトルポート2009年3月23日、前身のアトラクションとなる ET アドベンチャーのクローズとそれに伴うキャンペーンが発表された。9月14日、新アトラクションが宇宙をテーマにしたコースタータイプのライドアトラクションであることが発表され、10月2日にはアトラクション名が公開された。12月16日、アトラクションのオープン日が2010年3月19日に、決定した。2010年2月18日、アトラクションのオープンを記念して、AKB48 のメンバーとの第1号乗車をゲットできる宇宙じゃんけんキャンペーン等、財布携帯コンテンツが発表された。3月14日から18日には、グランドオープン前のソフトオープンが開催された。3月17日には、グランドオープン前のプレスプレビューが開催された。3月19日、グランドオープン。オープニングセレモニーには AKB48 とスヌーピーが参加した。2011年9月23日から10月31日にはハロウィーンホラーナイトの一環としてロックホラーが流れる中、暗闇をライドで疾走するホラーバージョンが初開催された。11月17日、テーマエンターテインメント協会の制定する第18回ティアアワード、アウトスタンディングアチーブメント賞アトラクション部門を受賞した。2012年9月14日から11月11日には、ハロウィーンホラーナイトの一環として、真っ暗闇をホラー BGM と共に疾走するスペースファンタジーザライド、インザダークが開催された。2013年から2015年のハロウィーンホラーナイト期間中は、イベントの一環として、貞子から呪われたアトラクションが開催された。2017年6月30日から2018年1月8日には、ドリームズカムトゥルーとのコラボレーション企画、スペースファンタジーザライドウィズドリームズカムトゥルーが開催された。ドリームズカムトゥルーと共に宇宙を救うというテーマで、アニメ化されたメンバーが登場した。さらに新曲、あなたと同じ空の下が書き下ろされ、乗車中にビークルのスピーカーから流れた。長らく XR ライドの実施や上記のドリームズカムトゥルーとのコラボにより通常運営は実施されなかったが2019年7月13日より2年ぶりに再開された。エントランスに設置されているロゴの立体感や惑星の噴水がなくなり、G-Bot が円形の飛行型通信衛星からテレビ型に変わり、コスミアが登場するクリスタルがなくなるなど、所々演出の変更やリニューアルが行われた。同年9月7日から11月4日には、ハロウィーンホラーナイト2019の一環として、ダークコースター、スペースファンタジーザライド、ブラックホールが開催された。通常とは異なり、ビークルライドエリアは真っ暗になり、Qラインやプレショーエリアの音楽や映像もすべてハロウィンホラーナイトにのっとったものになった。2011年11月17日、テーマエンターテインメント協会の制定する第18回ティアアワードアウトスタンディングアチーブメント賞アトラクション部門を受賞した。ティアアワードにおいて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるアトラクションではこれまでに2007年にピーターパンのネバーランドがイベントスペクタキュラー部門で2002年にはアニメセレブレーションがアトラクション部門でそれぞれアウトスタンディングアチーブメント賞を受賞している。ハリウッドやフロリダのユニバーサル・スタジオにあるアトラクションアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド、ウォーター・ワールド、ターミネーターにサンディもユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業以前に同賞を受賞している。イベント開催中は本アトラクションが一時的にクローズされ、XR ライドとして運営される場合がある。XR ライドは VR ゴーグルを着用しながらビークルに乗り、各テーマとなった作品の世界を360度体感できるライドアトラクションである。開催中はビークルは回転しないように固定され、全座席のみを使用しての運営となる。ありがとうございます。